ついに中国産トン空母が動き出し、初の太平洋へ進出したとの情報をキャッチしました。今回は、この3トン空母の動きと、台湾総統の訪米への対抗処置を詳しく見ていきますね。自衛隊のヘリが突如墜落しているが、何か関係があるのか気になるところだな。2023年4月5日、台湾国防部は、中国海軍の航空母艦、山東、なの艦隊がバシー海峡を抜けて、台湾本島の南西側の海域に進んだと発表し、この動きは、台湾の蔡英文総統がアメリカを訪問していることへの牽制だと考えられている。同日は、台湾の蔡英文総統が、アメリカ本土の西海岸のロスアンゼルスの近郊で、同国のマッカシー下院議長を訪ねているタイミングであり、こうした台湾側とアメリカ側との外交行事に対して、軍事的な圧力をかけたものだろう。台湾の政治は、大きく、二つの勢力に分かれ、ざっくりとは、蔡英文総統が所属する民主進歩党が、中国共産党とは、対立傾向にあり、最大野党の国民党が、逆に、融和的な関係にあるというのが、一般に理解されている、傾向である。中国共産党は、台湾の併合を、国家の革新的な利益と位置づけており、軍事的な手段を講じるか否かは、別としても、いずれは、必ず併合することを明言しており、台湾が、国家としての独立を行うことにつながりかねない行為を最も警戒している。台湾側も、そうした中国共産党の思考を知り抜いているので、いたずらな台湾独立を唱えることの危険性を熟知しており、蔡英文総統らの民主進歩党であっても、その扱いには極めて慎重であり、独立を前面に打ち出すことは、控えている。こうした政治的な状況に台湾が置かれることとなったのは、日本やアメリカが1970年代に共産中国との国交を回復し、同国を台湾に変えて中国だと認定したことに端を発しており、その時から台湾は国家としての地位を失ったと言ってよい。その時点から台湾は国際的には国家としての立場を喪失しており、確かに台湾本島を中心とする領土しか持たない同国が中国大陸の共産中国を差し置いて中国を称することには政治的には無理があったことは間違いない。しかし事実として中国大陸を掌握している中国共産党の国家を中国だと日米が正式に認めたことは今の2023年となってみれば、経済力を背景に、軍事大国としての中国を出現させたことに直結しており、大きな禍根と言っても過言ではないだろう。歴史的に見ても、第二次世界大戦時のドイツ、旧ソ連崩壊後のロシア、そして今現在の共産中国と、こうした国家に対する周辺国の融和政策が成功した例は、ほとんどなく、残念ながら増長させる結果となったことが大半である。さて、中国海軍の航空母艦、山東、だが、日本の防衛省も、台湾国防部の報告の翌日、4月6日には報告を行い、それによれば、同艦を中心とするフリゲート艦1隻と高速支援艦1隻の計3隻の艦隊の動きが確認されている。防衛省では、2023年4月5日の18時過ぎ、沖縄県の波照間島の南方およそ 300km の海域を東に進む航空母艦、山東、なの艦隊3隻を確認。同艦が、これまでに太平洋に進出したことはなかったため、初の出来事となった。航空母艦、山東は、中国海軍の2隻目の空母にして、初の国産化を行った艦艇だが、中国海軍の1隻目の航空母艦は、元は、ウクライナから、スクラップの名目で入手して、
完成をさせた遼寧であり、こちらの方がメディアへの露出は多かった印象がある。遼寧は中国海軍においても練習用の航空母艦との位置づけにあるとめされているが、これまでにも日本の近海の西太平洋方面まで進出しての軍事演習をたびたび行うなどしており、日本での知名度は高い状態だと思える。また昨年2022年6月に中国海軍は3隻目の航空母艦で、かつ国産としては2隻目となる福建を進水させており、こちらは遼寧や山東までのストーバー方式からカタパルトを装備するカタバー方式に改められたことが話題を集めた。しかもこの福建のカタパルトの動力源はアメリカ海軍ですら最新スルドのジェラルド R フォード級から導入を行ったばかりの電磁式だと喧伝されており、それも相まって同艦も世界的な注目を集めたことも記憶に新しい。こうした中国海軍の記念すべき一隻目の航空母艦遼寧や、ついにカタパルトを実装すると言われている三隻目の福建の存在に陰に隠れて、マスメディア上では若干印象が薄かった感も否めないのが山東である。そうした山東の立場を象徴するかのように、一時期は同艦を上空から写した写真において、飛行甲板上に周囲と色の濃さが異なる点が見受けられた時、それを何らかの事故が発生したのではないかとの憶測を呼んだこともあった。結局こうした山東が事故による損傷を受けたのではないかという指摘は憶測の域を出ず、後には写真で確認された状況は単に飛行甲板を推薦し頼もが誤認されたという解釈が一般的となったという経緯もあった。この件は中国海軍を貶めることにつながる情報でさえあれば、それがいかに的外れな指摘であろうとも、インターネット上で拡散されてしまうという事態を引き起こしており、こうした事実は今の世において情報操作がいとも容易であることを再認識させた。さて、山東だが推定値ではあるが、基準排水量は5万5000トン、満載排水量は7万トン、全長は 315.0 メートル、全幅は 72.0 メートルの中型の航空母艦で、前述したようにストーバー方式での艦載機の運用を行う艦艇となっている。ストーバー方式とは、ショートテイクオフバットアレスティッドリカバリーの頭文字を意味し、航空母艦の艦載機が短距離で離陸、発艦を行い、着艦時には艦艇のアレスティングワイヤーが艦載機のフックをつかみ拘束する仕組みを指している。このストーバー方式の場合、艦艇にはスキージャンプと呼ばれる発艦時に緩やかに艦載機を上昇させるための傾斜が設けられていることが多く、遼寧、山東ともに同機構を備え、前者が14度、後者が12度の勾配が艦首に向かって付けられている。これに対し、アメリカ海軍の航空母艦や福建等のようにカタパルトを備えたものがカタバー方式であり、こちらはカタパルトアシステッドテイクオフバットアレスティッドリカバリーの頭文字の略称である。当然、艦載機をカタパルトを用いて加速させ、強制的に射出するカトバー方式の方が、機体に搭載可能な燃料や兵装を多くすることが可能で、ストーバー方式よりもより短期の作戦行動範囲や攻撃力を高めることが可能となっている。山東は現状ではストーバー方式ではあるものの、福建で実際に電磁式のカタパルトの運用が成功した場合には、
その使用に回収される可能性もあると見さされており、艦の規模的には十分対応する余地があると考えられている。3トンは少なくとも44機、最大時であれば70機ほどの艦載機を収容するキャパシティを持つのではないかと予測されており、練習用である遼寧と比すれば10機以上の艦載機数の増加を実現している可能性がある。現在の3トンや遼寧が艦載機としている主力戦闘機は J15 であり、同機はロシア製の SU-33 を土台として中国が国産の兵装とレーダーセンサ類を組み込んで開発した機体で、2013年から運用が行われている。今回、初めて太平洋への進出が確認された3トンだが、艦隊を組んでいたのは 054A 型エカイアヤエ型ミサイル、フリゲート艦1隻と901型総合補給艦、冬級高速戦闘支援艦1隻だった模様で、海上自衛隊の護衛艦、沢切が監視を行ったとされる。これまでのところ、遼寧が西太平洋で複数回実施したような艦載機の発着艦は、3トンでは確認されていないが、軍事演習であれば、今後、いずれかのタイミングで、そうした行動に及ぶ可能性が、高く、日本、台湾ともに注視している。